はい、それでは C コードですね。 C コードはコードを見ながらこういう感じですね。3本です。人差し指、中指、薬指ですね。で、この6弦を弾きません。ストロークするときは親指をミートする。で、時々僕は癖でこういうふうに弾いてますんでね。これでもいいです。で、薬指の方は触れてるだけで、小指に力入れて。C から移行するときにですね、C7 というのがあって、小指をですね、3弦の3フレットに添えるだけで C7 になります。C7 D メジャーですね。D ここですね。こういう感じで。で、あとは D7 こういう感じですね。D7、まあ、こういうふうな小指を入れて D7 でもいいですけどね。F の省略コードになりますが、この2本を弾きます。1弦と2弦を人差し指で弾きます。そして中指で3弦の2フレット D-7 です。これもこの、3弦とか4弦ぐらいまでしか弾けませんね。あんまりこの低い方の弦は弾かないですね。はい、E はですね、Em ですね。この2つですね。Em で、薬指を離したら Em7 ですね。そして E7 はこれ、この2つですね。 E7 はこの2つです。こことここですね。で、薬指を入れれば E になります。比較的 E 系統はこう簡単ですよね。はい、あと F ですね。 F はバレエコードといってこうですね。これが普通の形ですね。で、 F の場合は少しできるだけこうフレット寄りでしないとちょっと難しいですね。この小指の方とか薬指がこうくるとあまりこう離れて難しいので、こういう感じですね。最後まで、最後の音がね、出ない人が多いですね。このね、この音が出ない。あとは省略コードと言いましてね、この僕はこれ使ってますけどね、こういう感じで、人差し指で 1,2 弦を押さえて、あと同じですね。この6弦を弾かなきゃ音は同じなんですよね。6弦を弾けば低音が出ますけど、6弦を弾かなければ同じなんですよ、音は。はい、次は G ですね。 G はまずはこの、中指と薬指を置いて、で、小指をこうですね、1弦ですね。で、小指は立てにくいので少し寝せるような感じで結構です。
小指がちょっと難しいかもしれませんけどね。コツは少しこう寝せて外あたりで弾く、ここの外あたりで弾く。であとは G7 は人差し指を1弦の1弦 G7。G7 ですね。はい、A に入るんですけど、一応でよく出てくるのは Am ですね。マイナーです。ちなみに A はこの3つですから、2フレットに全部入っちゃうわけですね。2、3、4、A ですね。Am が比較的多いですね。一つ話せば Am7 になりますね。今だと Am7 に似てますけど、一つ話せば Am7 ですね。指をこうなくすだけで。でこのなくした薬指をここに持ってきれば C になりますね。Cm、Am、Cm、Am。C と Am のコンビは結構出てくるんでね、このコードチェンジを覚えるといいですね。ポイントはこの中指の位置が移動しますよね。Am の時はこの2つに入ってますけどね。Am。はい、B の方はですね、B7 になります。ちょっと難しいんですけど、このですね、中指、薬指、小指がですね、2フレットに入っちゃう。一つ飛ばしで入っちゃうわけですね。5、3、1で入っちゃう。で、この人差し指はこうですね。はい、こんな感じになりますね。ちょっと難しいですけどね。こんな感じ。はい、一応ですね、とりあえず使用コードを載せてみましたが、ちょっと抜けてるのがいろいろあったんでね、またそこらはですね、あのコード表のね、ダイアグラムというのを、載せておきますので、それを見ていただきたいと思います。でまた質問とかね、なんかありましたら、コメントね、寄せていただきたいと思います。チャンネル登録もまだの方がありましたら、もしよろしくお願いしたいと思います。それではまた次回、アコギの時間でした。